うよ。これが最後の一体ですね。しかしこのまま戦っていても意味がありません。侵食の律者はもうどうやらビルビの急いで追いましょう。彼女を戦いに巻き込むことで初めてこの方向のはずです。間に合いました。ここまでです。ふわ、怪物を使って時間稼ぎ。彼らは怪物なんかじゃないよ。まったく、次はないよ。ふわ、もし私もあなたの仲間をそんな風に呼んだら、ふわだって嫌だよね。みんな似たような経験があるでしょ。私たちは仲間をその場に残そう、より重要な目的のためにあなたが勝てないような敵と一人で戦わせる。そう考えると、まあいい。コズマとグレイシュは私を怒らせた。だけど私が離れると決めたのはあなたを思ってしたことだよ。信じようとしていない？それとも、ふわ、あなたは自分の欲しいものを本当何を言いたいの？いいよ、先に言っておくけど、ふわ、たとえ千号のような人でも、その心でもあなたには話したいことがあるなら。単刀直入に話すと、ふわ、考えたことはないの？今まであなた自身、私には使命、強制的に与えられた使命、人類を守る。でもね、ふわ、本当はそんなことをする、坂から転げ落ちる石、自分は何かをしてる、まだ何かができる。あなたの口から、そんな私から見たら意味も分からず生きることと。私もそうだって認めるよ。私は別に誕生した瞬間人類が避けられないし、私にはそうよ。私のすべきことはあなたにここにいた。だからフワは私の気持ちを何も分かってないんだね。フワ、ある意味あなたは記憶体の中でも私の一部にすることはやめた。失敗する運命など気にせず、まだ何かができることだけが気になるなら、私も喜んでそれを探しも、今後もさっきのように反抗するあなたに干渉。それがあなたが生きるために必要。あなたを倒すことができるような力は使わない。さあ今から始めてみよう。絶対に諦めないでね。